あなたは、今、自分が思うようにうまくいっていない現状を、どうやったら V 字回復できるだろうそんな風に思っていませんか、えー、どうも、加藤ちゃんと申します。えー、今回は、あなたが馬券で自分の理想を叶えるための、これを知っていない、いるか知っていないかだけで3倍、えー、その理想は叶うか叶わないかが変わる、ある一つのことについてお話をします。 え、これを理解していないと、あなたは、自分の中で目標というものはあるものの、ずーっと、なぜかそれに到達できず、えー、毎週毎週、えー、馬券で、今週も負けた、というソロを見上げて、でも現実は変わってない、そんな現状に落ち込むことになってしまいます。そして気づいたら、あっという間に大晦日を迎え、また目標達成で,できずに、えー、今年も終わってしまったなと、そんな風に新年を迎えることになってしまいます。えー、でも、これを理解していれば、あなたは、 感情に流されずに勝ち続けることができ。そして、あなたの理想に3倍近づくことができます。やらないときと比べて、これを3倍、これをやると3倍、えー、あなたの理想に近づくんです、えー。それは何かというと、あることをあるものに書くというものです。あることをあるものに書く。えー、では、それはどういうステップを踏むばいいかというと、えー、3つのステップがあります。えー、1つ目は、紙とペンを用意する。 一つ目が、紙とペンを用意する。そして、その二つ目が、どうなりたいかという目標を書く。書く。で、これはできるだけ具体的に書いてください。えー、期日や金額。もしくは、いくら当ててこれこれを買いたい。といった風に書いてみてください。具体的に。そして三つ目。その書いたものを、どのタイミングでもいいから、えー、一日一回どこかで見る。時間を決める。ということです。 紙をペたぺペンを用意する。そして、具体的に何か目標を書く。そして、三つ目がそれを毎日目を通す時間を決める。この三つをやってください。なぜ最後の時間を決めるもやった方がいいかというと、ある名言があります。人間が目標達成できるかどうかは、その目標をいかに覚えていられるかどうかだ。この名言からもわかるように、人間はどうしても忘れてしまう動物です。なので目標も忘れてしまいがちです。 なんで、毎日どっかのタイミングで、一度でいいんで、目を通すというタイミングをつけ、作ってください。え、これをするかしないかで、ね、え、あなたは目標達成が3倍変わります。え、それでは最後まで聞いてください。ありがとうございました。え、今すぐ、えー、目を通紙とペンを用意して、えー、それを目を通す時間だけでも決めましょう。それでは失礼します。 え、動画を見てくださりありがとうございます。え、最後まで見てくださったあなただからお話をすることなんですが、え、今回は馬券師マインドとしてお話をしたんですが、馬券術の方というのはここではお話ができていません。え、なぜかというと、ここで全てを話してしまうととても長くなってしまうため、あなたが見るのが大変だと思ったからです。え、なので馬券術のスキルの方というのは、 えー、余すところなく、えー、記の動画説明欄にあります。ブログリンクにて明かしていますので、動画を見て意欲が高まっている。今、えー、ぜひ紙とペンを用意して、日付を、えー、それを、目標をね、えー、見る。日付を決めた後、時間を決めた後、えー、ぜひ下記のブログリンクを、そのまま、今、意欲が高まっている今が一番頭に、馬ン術、頭の、あなたの頭にインプットされやすいんで、えー、ぜひそのタイミングで見てください。えー、それでは、お待ちしてます。ありがとうございました。